明日14日土曜日も西日本を中心に大雨となりそうです。一部は東日本の方でも強く降ることがあるので厳重警戒、こんな状況ともなりそうですね。それではですね、まずは気圧配置の方から見ていきたいと思いますけれども、こちらの方、明日14日土曜日午前9時の予想天気図です。前線の方はまだまだ停滞中といった状況となりそうですね。で、前線上には低気圧が発生し、今夜から明日にかけて日本海の方から太平洋の方に抜けていくといった状況ともなりそうです。またこの前線に向かって湿った空気まだまだどんどんと入りやすい状況となります。また湿った空気が入ってくる上で、あと地形の効果などによって局所的にやはり雨雲の方が発生発達するような状態、線状降水などもまた発生する恐れがあるというふうに見ておいた方が良さそうです。それではですね、今度は雨雲の流れ見ていきたいと思いますけども、こちらの方今夜20時午後8時からの流れとなりますけども、北陸から東海、それよりも西のエリア、特に黄色、オレンジのところほど雨雲の方が活発化するというふうに見ておいてください。これを見る限りですね、やはり九州北部、それから中国地方、あと北陸というところで雨の方が強まってくるということが予想されます。この先ですけども、やはり特に西日本の方ほど今日と同じように雨の方がまたしっかりと降り、雨量的にはまとまってくるといった状況となりそうですね。今日この時点でいくつかもうすでに災害の方が発生していますが、また新たな災害の発生などが懸念されるといった状況となりそう。地盤が緩んでいますから土砂災害、それと都市部での道路の冠水であるとか、地方部でも河川の氾濫による浸水被害といったところが今後もまた予想されるといった状況となりますので、最新の気象情報および自治体からの避難情報は必ず確認するようにしておいてください。また早め早めの避難行動、こちらの方が大切となりそうです。で、またこの雨の方ですけども、まだこの先もどうも続きそうです。それではこれからの雨の量を確認していきたいと思いますが、こちらの方は今日金曜日の20時午後8時から16日の月曜日いっぱいまでに予想される積算の降水量になります。すでにこの3日間で、長崎県雲仙岳の方では800ミリを超えるような、まさに記録的、もしくは記録にないようなぐらいの大雨といった状況になっています。さらにそれに加えて黄色のところでは200ミリ以上、またオレンジが300ミリ以上、赤は400ミリ以上、エンジンのところは500ミリ以上ということで、まだまだですね、この後中部、それから九州、四国、紀伊半島南部を中心に月曜日にかけて大雨という形で雨の方がさらにまとまりますから、広い範囲でのさまざまな災害の発生懸念されますので、十分に警戒していただきたいと思います。